きチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ、今日はですね、はい、みんな失敗するんだからっていう話です。やっぱりいろんなところにね、公園とか行ったりいろんなところに話すると、やっぱりみんな失敗したくないじゃないですか、はい、でも失敗するんですよ、みんな。人間だものってことですか。そうなんですよ。あ、うん、相田光雄ですか。そうです。千田光雄じゃないですよ、ね、なはなはみたいな。相田光雄です。はい、だから今日はですね、はい、やらかしちゃった大失敗、はい、里崎もこんな失敗あったんだよ、うん、よく立ち直ったね話です。あれ、佐藤さん、私失敗しないんでみたいな感じじゃないんですか。いやー、まあ失敗は、うん、失敗したことを教訓にして次生かせればいいから、うん、まあ、あの経験があったからよかったねなるから、失敗は失敗じゃなくなるから、失敗なんて世の中にないと思ってるんだけど、うん、やった時はもうそれは地獄よ。そりゃそうですよ。マジやばかった。どうしようってなりますよね。しかも絶対的な立場がある時はちょっとやそっとのミスぐらいなんてことないけども、うん、それはもう当時は若かりし頃は、うん、それはもうやばいよ、うん、もう今だって俺にバーッとってめっちゃ言われてるようなそうですか、うん、まあ、その佐藤さんですら失敗はしたってことですね。そう、はい、頑張れっていう話よ、うん、俺も完璧じゃなかったんだよっていうところでね、はい、まず一つ目の大失敗、はい、当時、うん、西武ドームです、はい、松井稼頭央さんがまだ日本にメジャー行く前のお話です、はい、2002か1かな。佐藤さんは何年目ぐらいですか。いやだから 2、3年目、もう 2000年から2002年の間ぐらい。あ、戸部さんだから2000年かも分かんないな。ピッチャー戸部さんっていう、はい、今ソフトバンクのバッティングピッチャー東芝から入ってきて、うん、バッター松井稼頭央さん、はい、で、うん、途中からキャッチャーフライ、はい、上がって、うん、ピンチでランナー1、2塁か1、3塁か忘れちゃって、はい、ピシュー上がって、うん、オッケーって普通に落として、西武ドームって何気に難しいのよ、はい、キャッチャーフライ、うん、それなんでかっていうと、はい、間空いてるから、うん、あそこ風吹くから思ったより風で流されるんだよ。そう、何気に、はい、でもまだペーペーだから、うん、そんなよく分かってないじゃん、はい、でもう見るのも必死だから白いから、うん、スッと普通に落として、落としてた、はあ、やっちゃって、うん、まだペーペー、はい、大問題じゃん。キャッチャーフライ落とすなかなかないですからね。ツーアウトしかも、はい、その後、うん、ライトスタンドに消えていったよほんまへー、あれ落とってればもう、うん、当時一塁側がライオンズベンチで、はい、三塁側マリンズベンチ、うん、もう一塁側帰りたかったよそうですよねもう呆然本当ですね。で まだ次アウト取れればよかったですけど、それ次の球で持ってかれちゃったからライトスタンド消えていったよ。戸部さんにも申し訳なかったけど、うん、もう俺もやどっちももうやばい。そういう時どうするんですか、失敗した後。それはもう申し訳なさ顔を作って、はい、もうそれはもう時が経つのを待つしかない。戸部さんにはすいませんでしたって言うんですか。そんな言うよ、それは、うん、もちろんやばいよね。レベンチではずっとなんか、うん、でも泣きはしないよ、はい、はあ、やっちゃったみたいな、最悪やなみたいな反省顔ですね、うんうん、まあ、でももう負けてるから、はい、より負けただけなんだけど、はい、まあまあまあ、それで勝ち越しとかされたらもう大変ですね、うん、やばい、うん、で続いてが、はい、ピッチャー、うん、大峰、はい、で交流戦、うん、あれ俺どれぐらいだったか忘れちゃったけど、はい、1試合、うん、仕事降りされたからね、うん、4つか5個通りされて、1試合、ほぼほぼ、はい、俺のせい。なんでですか。いや全くちゃんと投げれなくて、はい、ビビるぐらい、はい、スローイングが、うん、もうワンパンしたり後投したり、はい、もう苛立つぐらい、はい、その日はただただ調子が悪かったんですか。もう全然、もう言うたがまだペーペーよ、はい、何とかしてやらなきゃいけないのに、うん、俺が絶対的にレギュラーよ、はい、盗塁バンバンされてるもう針のむしろ試合中ストレスでしかなかった本当、ね、自分に対してもそうだし悪いなって思う。次こそと思ったらまた変なとこ行っちゃったりしたもん投げた瞬間セカンドジャンプしてるみたいなまたやたら盗塁もう全員盗塁してくるんちゃうかと思って。でも今日里崎全然うまく投げられてないじゃんと思ったらみんな走ってきますよねマジ地獄だった本当。そうですね、どんどん盗塁阻止率が下がっていき、うん、でも次練習して、うん、次のはもう次声出しながら投げてもさガーッまああれは本当地獄だったね、そうですね、うん、四五個盗塁で盗まれてされてんだったら俺も何も思わないけど、はい、ほぼほぼ俺のせいだからね、うん、もうもう今日の佐藤さんも大丈夫だみたいになりますね。もうちょっとぐらいスタート遅れてもいけみたいな、
あれマジ地獄だったら本当、あの誤三振とか別にそう考えてへでもなんでもないよ、はい、別にそうですか、うんうん、だって5個三振して別に次打てばいいじゃん、まあまあ、盗塁なんてもう、うん、えげさできて当たり前のことできないって、はい、いやマジあれきつかったね。そうです、でもそれ引きずらなくてよかったですね。いやそれめっちゃ練習したよ、引きずるよ、練習して、だからそれを克服するには試合で走られて刺すしかないから、うん、もう状態悪いの分かってるのに早く盗塁してくれって常に思ってたからね。そうです、成功してこそまた取り返せる、そうそうそうなるからね、早く盗塁しろって思いながら、うん、下瞬間うわーって言いながら投げて、マジで本当ですね。マジきつかった本当あれも、はい、で続いて、はい、マリンでの強風話です、うん、これもまだあれまだあれ2003年だったかなの時にマリンで風がめっちゃ吹いてて、はい、2アウト1・2塁か2・3塁忘れちゃったけど、はい、2人ランナーいたの、うん、でピッチャーとキャッチャーの間にフライ上がって、うん、飛んでいって、はい、普通に落としてランナー2人帰ってきて、あんな風に流されて取れなかったってことですか。いやいや普通にわーパタンと落ちた、へーパタンパタンと2アウト、へーな2入った、なんで落としちゃったんですか。なんで、はい、下手くそだからよ。マジあれも、うん、はぁみたいな感じだったよ、はい、あれ多分2003年だと思う、うん、だから俺言ってるじゃん、はい、いつも解説でも言ってるけど、うん、マリンの前はトンに行くなって言ってるの、はい、だから俺はもうそこから心に誓って、はい、トンに行くのやめたから、あそうでもピッチャーに取ってもらうって思ったんですよね、うん、ファーストサード、ファーストサードでしたっけ、小倉さんと今井が来るから、はい、俺はそれもう取んないって決めて、うん、その時初場さんとかもう前にも絶対行かないって言って、はい、もうあの黒土より前行かないんでって言ってるから、あもう落としちゃう危ないから。まあでも言っとけばね、そう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 、儲かってくれますもんね、うん、だからもう無理なことはね、うん、できる人に任せた方がいいね、はい、できないって言っちゃう、だから俺はもう、うん、とロッテ特別ルールを俺は作って、はい、お互い取れないと思ったら俺が仕方なく行くけども、はい、取れるやつはもうそっちで取ってくれって、はい、うん、そうそうそう、これはもうだから失敗を成功に導いてる、おーなるほど、無理なことやんないから。落としたら前科持ちだから、そうですね、ツーアウトランナー2人いて落として2点入ってんだから地獄だよマジで。ね、でもやらないっていう、そうそう、もうだからもうできないことに仕方なくいくけど、はい、極力やりたくないっていう、はい、うん、できる人にやってもらう、ね、そう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 、うん、そうそう、ちゃんと改善してるから、ね、はい、で続いてが、はい、国際大会です、うん、北京オリンピック、はい、予選アメリカ戦、はい、タイブレーク、うん、1・2塁、はい、ノーアウト1・2塁からのスタートで、うん、ピッチャー岩瀬さんです、うん、でベンチからベンチ見ても何のサインも出えへんと、はい、タイブレークするの人生初めてやと、はい、そもそもこのバッターはバントするタイプですか、え、これバントするんですかね、打ちに行くんですかね、ベンチ見ても何も言えん、はい、ずっと見てるのに、はい、何も最後で、うん、いやどうすんねやろ、これどうなんやろうな、とりあえずアウトコースのストレートで様子見るかと思ったら中入ってガチコーン打たれて、はい、もう1球で2点入ってツーベース、タイブレークでわけわからんままに、はい、で結果4点ぐらい入って、はい、負けだけ取って、はい、え、でもそれじゃ別にそんな失敗じゃないじゃないですか。いやだから俺はいつも国際大会あるときに、はい、タイブレークの練習した方がいいって言い続けてるんだよ、はい、そのタイブレークになった時のために、うん、タイブレークはどうするのかとか、うん、相手の 国ね、はい、全体的にタイブレークの時はバントしてくるのか打ってくるのか、このバッターはバントした経験あるのか、うん、もしくは打ってくるのか、うん、っていうところのデータも含めてちゃんとやって、うん、守備、日本側のもし守備になった時も、うん、タイブレークの時はどうするっていうのをチームとして決めてやった方がいいって常にだからいつも俺言ってる、うん、そうですね、うん、失敗してから、ね、はい、もう、まあ、そこでねよくわからんままに、うん、ちょっと様子見るかって言ったら1球で2点入ってたからね、うん、延長だよ同点で、まあ、なんか対策したかったですよね、どういうふうにやればいいのかっていうのをちゃんと考えた上でやりたかった、ね、準備もその時タイブレークの練習もしてなかったから、はい、で俺もタイブレークしたこともないから、うん、人生で、はい、よくわからないままにやったのがやっぱあれの一番の反省、うん、まあ予選だったからよかったんだけど、ね、はい、でもだからやっぱタイブレイクは今後もし来年 WBC とか起きた時にそういうのもやっていかなきゃいけないから、はい、やっぱタイブレイクの練習はした方がいいよなっていうのはもうその時肝で銘じてる、うん、そうですね、だからどんな時になっても俺だけが口酸っぱくタイブレイクの練習はした方がいいって常に言ってる、うん、今してるんですかね、まあ、分かんないけど ね、うん、でもあんのよ大概、はい、失敗は、いやそれは人間ですから、箱間さんあるんですか失敗、さっき言っといてくださいよ。こんなに話してんのにもういや聞いてるから考えてないですよ、あるでしょ失敗、私失敗しないんで